When I think about the way we used to be, when I think about the things you took from me, I know that I am so... はい、おはようございます。今から、2泊3日で東京に行きたいなと思いますので、行こうかなと思います。嫁はですね、用意をしてくれております。行きます。帰った、お弁当帰った。はぁ、じゃあ、しました。我々はホテルアワーズイン阪急へ到着したので、そしてメロンパンは今日は休みや。休みだ、行きたかったのに。休みだ、明日もう。じゃあ行く、ポップアップしたみ、うん、あのメロンパン開いてませんでしたけども、いつ行きますか。明日か明後日。明日か明後日リベンジすねんな。気をつけてよ。これ白8と10だ。服は全然かけるよかな。で、はい、それでは見に行ってきました、今のところがね、非常にいい感じだったんで、今のところにしようかと嫁ぞと言ってますけども、11月のね、一応25、26で抑えてはもらったんですけど、あとはもうダウンの仕上がり次第、ダウンジャケットが仕上がってきたらできるけど、向こうの人にも言ったんですけど、ダウンが仕上がらなかったらちょっともう今年はなしにしますって言ってたんで、ちょっとどうなるかわからないですけど、一応今のところはあそこ候補ということで、今日は降りたいなと思います。今からご飯です。本日の予定はですね、今からワークマンの新作の展示会に行きます。で、それが終わったら夜はですね、僕の、編集してくれてるスタッフの人ですね、編集の人とか、そういう方々の、人と飲み会行きたいなと思いますので、それが夜にあるという感じの流れでございます。結構美味しい。やってないね。今日何やった？今日ここよ。なんでだろう。何しに行ってたんですか。モンクレールで277,200円も買ったの。はい。何買ったの。ダウン。ダウンプレゼント買ってもらったんだね。はい。もう誕生日もクリスマスも3年後までないもんね、君。これで使っちゃったね。ねえ、嬉しい。欲しかったよ、ずっと。欲しかった。値上がりしてたね。うん、びっくりじゃね。2025年のクリスマスまで、クリスマスは2万円の、クリスマスができるけど、それまでは誕生日もクリスマスもずっとなし。2023年の誕生日クリスマスなし、2024年の誕生日クリスマスなし、2025年の誕生日なし、クリスマスだけ2万円ということで、はい、いいですか。はい、はい、ちゃんと証拠映像残しといたんだよね、これで。いいですか。はいはい、それではワークマンの会場に着きましたよ。先生、着きました。奈良県から来てくれました。おさらの森さんでございます。おさらおさらじゃあ行きましょうか。はい、それでは今からワークマンのね、潜入動画行きたいなと思いますので、こっちに、他、それでワークマン行ってるとこあると思うので、こっちの動画見てください。では行きます。はい、ということでね、無事終わりました。こんな髪型になっちゃって、これ、まあ、途中また皆さん見てください。ワークマンの様子見ていただけたらね、なんでこんな髪型になってるかで分かります。今からは外中さんと飲み会あるので、一旦ホテル帰って、シャンプーして頭を元に戻します。ではホテル戻りましょう。はい、それでは、燃える気戻ってきたんですけども、腕痛いねんな。もうカメラ持ちすぎて一眼レフでパンパンやねんな。だから明日の、オッシュマンズの撮影できんねんな。なので弟たちに来てもらうことにはなったんですけども、もう今からね、すぐ急いで、用意して外中さんと飲み会行くんですけど、その前にメロン、あ、やってるメロンパンやってる。
さっきまで疲れてるって言ってもう無理って言ってたのに元気が出てきたみたい。彼女腕大丈夫？無理？でもメロンパンやってるね。食べる？食べよう。よかったね。メロンパンじゃあ2個3つ。あーすいません、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ行きます。はい、それでは今から中目黒で外注さん飲みたいなと思います。ちょっと今迷子になっておりますけどね、行きたいなと思います。お客さん呼んでお迎えしたのはここから持ってまっすぐ行ってもいいな。でその時の幹事の人がこの間トートバッグ買ってくれてな。そうそうそう。でお肉も送ってくれてしゃぶしゃぶ。はい、でしたらね、さっき入ってもらっていいよ。待っとこしょ俺、あのみんな俺おらない、分からない、うん、ちょっとが入っててくれたら分かった。どうぞ。すいません、皆さん集まってもらってありがとうございます。第1回で外注の会で乾杯したので、乾杯。映画をいろんなチャンネルで見てるから持ってたの逃げてます。そうね、そうね、そうね、そうね。はい、サムネとあと動画編集が今メインでやってます。裏の顔はあの、まあ、Vlog の編集をしてるんですけど、はい、あの現地でのカメラ回る前というか、はい、本日はですね、前のテンションの低さはもう多分私たちしか見れないんじゃないかなと思って。で裏腹に、嫁蔵さんは回る前からテンションが高くてで嫁蔵さんの方が高くて回ると、はい、嫁蔵ですっていう結論のテンション。動画編集を共に担当させていただいてますと、動画編集してて弟さんとの掛け合いなども見ることがあるんですけども、そういう時にそのちょっと兄弟の関係性だったりとか、あと少し嫁とさんとのやり取りが聞こえてきたりとかすると、あのそういうオスの育蔵さんを見る機会があるので、なんかちょっと動画編集してて楽しい、面白いなと思って。はい、主に、編集とあと、ポップアップのスタッフがやらせていただいております。裏の顔は、たまに動画編集とかで着替えのシーンがあったりするんですけど、ズボンとか着替えてる時の拓郎さんのパンツがたまに見えるけど、結構パネルな色履いてます。僕の担当ですね。あ、インタビューを担当させていただいております。なんかよく他の人もおっしゃってたんですけど、まず第一印象はでかって思いました。でかい、はい、僕も身長多分そんなに変わらないと思うんですけど、まあなんかやっぱオーラというかね、そういうの感じましたね。はい、動画と同じすぎてキャラとか喋り方とか本当にこう裏表がないというか、すごくもうこのまんまの人なんだなっていうのが印象です。担当は、今は、動画編集、実際あった時の方がゆっくり喋ってるっていうか、動画ではね、そうそう、編集するときに言葉に詰まったときに2、3秒止まるときがそうそう、そういうそういうのそういうのあるんですね。どうでしたか？行きました。皆さんにインタビュー答えてもらったんかな。俺まだ見れてないけど、ありがとうございました。これからは帰って、明日また押島津さんの撮影あるので、もう早く帰りたいな、まあ9時なんで、今から帰りたいなと思います。ありがとうございました。見たことあるし、ダメだ、チラッと見ようよ。いける？なんとか。おいーす、行きますか、そしたら。はい、ということで撮影行ってきました。押島津さんね、また動画出てると思いますので見てみてください。こっから僕らはね、もう鬼のようなスケジュールやから、もうすぐ駅移動してちょっと行かなあかんので、飯食う時間ないんですけど行きたいなと思います。行きましょう。はい、ということでね、今撮れる、はい、ということで岩田さんどうでしたか？楽しかった？うなずいてるのも見えてる。大丈夫やったね。
はい、ということで今からちょっと帰りたいなと思います。帰ってから家歩くまでのとこでエンディング撮りたいなと思うので OK？ 無理、歩けない。でも撮るからね。タクシーで帰りたい。タクシーで帰らないでください。歩いて帰りましょう。はい、ということで帰ってきました。ですね、あの後ですね、一旦家帰って、そこから僕ジム行こうと思ってね、ジム通ってるんで、ジム行こうと思ったら、定休日やったんですよ。だから、うわ、定休日やからジムも行かれへんし、サウナも行かれへんから、ちょっときついな、っていうことで、近くのスーパー銭湯に一人行きました。嫁蔵を誘ったらね、風呂行こうやーって言ったらね、もうさすがにええわって言って、地べたでゴロゴロしちゃいました。大の字になってパンついちゃってゴロゴロしちゃいました。まあこれ、あんまこれ以上言うと怒られるから言わんけども、まあそんなことでね、まあなかなかとバタバタした1日っていうか2泊3日やったんですけども、まあ直近ではね、あさってからね、北海道行くんですよ。で、北海道を一周するっていうツーリングをね、弟と一緒にするんですよ。嫁はね、最初行くって言ってたんやけども、もうなんか一周したらね、2000キロとか走らなあかんから、もう2000キロも走ったらお尻取れるから私行かないって言って、自宅待機でウニだけ送ってって言われてるんですよ。だからまた近々北海道一周するときに弟と一周して市場とか寄ってウニだけ買ってウニだけ自宅送って、バイク一周でツーリングしていくっていう流れで、もうほんま明後日からなんでね、まあ東京から帰ってきたばっかりなんですけど、もう洗濯物とかとりあえず終わらせて、自分の心と体ももう明日からまた普通モードに変えて、明後日からバイクで一周っていう感じで行きたいなと思ってますので、またその動画も、出すと思うのでまた見ていただければなということで、本日はですね2泊3日で東京旅行行ってみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。